38小節と40小節の16分音符は均等に吹けるようになるためにあえてリズムを変えて練習しましょう。68小節などの低音は、通常は縦に口を開けるところを横に広げて、リードを浅めに吹くと音が出やすくなります。140小節の前半は、オーボエの主旋律を支えて、後半は自らが主旋律になります。メリハリをつけて吹きましょう。